羽生結弦が見た輪島市の復興の光被災者たちの努力と希望に満ちた未来へのステップ2024年の夏羽生結弦さんは石川県輪島市を訪れました。震災後の地域の現状を見つめ、その思いを伝えるための訪問です。羽生さんは高校1年生の時に東日本大震災で被災し、その経験を通じて災害の恐ろしさと復興の難しさを深く理解しています。 今回の訪問は、彼が自分自身の経験を生かして、被災者たちに寄り添い、励ますためのものでした。和島市は震災から半年が経過し、復興の途上にあります。朝市では、多くの人々が震災前のように店を出し、日常を取り戻そうと努力しています。しかし、その裏には深い悲しみと困難が存在します。羽生さんは朝市で店を出していた人々と話し、その思いを聞きました。 彼らの話からは、震災の傷跡が未だに言えないこと、そしてそれでも前を向いて生きていこうとする強い意志が伝わってきました。また、羽生さんは輪島中学校を訪れ、特別授業に参加しました。ここでは、中学生たちに自分の経験を語り、励ましの言葉を送りました。羽生さん自身が高校生の時に被災した経験があるため、同じ年頃の子どもたちの気持ちを深く理解しています。 彼は辛さは比較しなくても大丈夫というメッセージを伝え生徒たちに寄り添いながら話をしましたその言葉に生徒たちは勇気と希望を感じ前向きな気持ちを持つことができました輪島市の復興はまだ道半ばです震災の傷跡は深く完全に回復するには時間がかかりますしかし羽生さんの訪問がもたらしたものはただの励ましだけではありません彼の訪問によって 多くの人々が再び立ち上がる力を得たのです羽生さんはその優しい言葉と行動で多くの人々に希望を与え彼らの心に寄り添いました羽生さんの訪問は YouTube でも配信され多くの人々がその姿を目にしました彼の言葉や行動は被災地だけでなく全国の人々にも感動を与えました被災地の現状を伝えることの重要性 そして支援の必要性を再認識させる機会となりましたこのような取り組みが続くことで少しずつではありますが被災地の復興が進んでいくことを願っています羽生さんの訪問によって多くの人々が心から感謝の気持ちを抱きました彼の真摯な姿勢と温かい言葉は被災者たちにとって大きな励みとなりました震災の苦しみを共有しその痛みを理解しようとする姿勢が 多くの人々の心に響きました。羽生さんは、自分自身の経験を通じて、被災者たちの気持ちを深く理解し、その思いを伝えることで、少しでも彼らの力になろうとしています。輪島市の復興はまだまだ続きます。震災の傷跡は深く、完全に回復するには時間がかかりますが、羽生さんのような人々の支援と励ましがあれば、必ずや前に進むことができるでしょう。 彼の訪問がもたらした希望と勇気は被災地の人々にとって大きな力となりました。羽生さんの伝えたい思いがこれからも多くの人々に届き支援の輪が広がっていくことを願っています。羽生さんは今回の訪問を通じて自分自身も多くのことを学びました。被災者たちの強さと前向きな姿勢に触れ自分自身もさらに努力し続けることを誓いました。彼の姿勢は 多くの人々にとっての励みとなり、その思いはこれからも続いていくことでしょう。このような取り組みが続くことで、被災地の復興が進み、多くの人々が再び笑顔を取り戻すことができるでしょう。羽生さんの訪問がもたらした希望と勇気は、被災地の人々にとって大きな力となりました。彼の伝えたい思いが、これからも多くの人々に届き、支援の輪が広がっていくことを願っています。 震災から半年が経過した輪島市はまだまだ復興の途上にあります多くの人々が日常を取り戻そうと努力していますがその裏には深い悲しみと困難が存在します羽生さんの訪問はそんな彼らにとって大きな励みとなりました彼の言葉と行動は被災者たちに希望を与えその心に寄り添うものでした羽生さんの訪問がもたらしたものはただの励ましだけではありません 彼の訪問によって多くのの人々がが再び立ち上がる力を得たのです彼の優しい言葉と行動が多くの人々に希望を与え彼らの心に寄り添いました羽生さんの訪問がもたらした希望と勇気は被災地の人々にとって大きな力となりました被災地の復興はまだ道半ばですが羽生さんのような人々の支援と励ましがあれば必ずや前に進むことができるでしょう彼の伝えたい思い思が ここれからも多くくのの人々に届き、支援の輪が広が広っってていいとを願っています。羽生さんの訪問によって多くの人々が心から感謝の気持ちを抱きました彼の真摯な姿勢と温かい言葉は被災者たちにとって大きな励みとなりました震災の苦しみを共有しその痛みを理解しようとする姿勢が多くの人々の心に響きました羽生さんは自分自身の経験を通じて 被災者たちの気持ちを深く理解し、その思いを伝えることで、少しでも彼らの力になろうとしています。和島市の復興はまだまだ続きます。震災の傷跡は深く、完全に回復するには時間がかかりますが、羽生さんのような人々の支援と励ましがあれば、必ずや前に進むことができるでしょう。彼の訪問がもたらした希望と勇気は、被災地の人々にとって大きな力となりました。 羽生さんの伝えたい思いが、これからも多くの人々に届き、支援の輪が広がっていくことを願っています。羽生さんは今回の訪問を通じて、自分自身も多くのことを学びました。被災者たちの強さと前向きな姿勢に触れ、自分自身もさらに努力し続けることを誓いました。彼の姿勢は多くの人々にとっての励みとなり、その思いはこれからも続いていくことでしょう。このような取り組みが続くことで。 被災地の復興が進み多くの人々が再び笑顔を取り戻すことができるでしょう羽生さんの訪問がもたらした希望と勇気は被災地の人々にとって大きな力となりました彼の伝えたい思いがこれからも多くの人々に届き支援の輪が広がっていくことを願っています震災から半年が経過した輪島市はまだまだ復興の途上にあります多くの人々が日常を取り戻そうと努力していますが その裏には深い悲ししみと困難が存在します羽生さんの訪問はそんな彼らにとって大きな励みとなりました彼の言葉と行動は被災者たちに希望を与えその心に寄り添うものでした羽生さんの訪問がもたらしたものはただの励ましだけではありません彼の訪問によって多くの人々が再び立ち上がる力を得たのです彼の優しい言葉と行動が 多くの人々に希望を与え彼らの心に寄り添いました羽生さんの訪問がもたらした希望と勇気は被災地の人々にとって大きな力となりました被災地の復興はまだ道半ばですが羽生さんのような人々の支援と励ましがあれば必ずや前に進むことができるでしょう彼の伝えたい思いがこれからも多くの人々に届き支援の輪が広がっていくことを願っています羽生さんの訪問によって、 多くの人々が心から感謝の気持ちを抱きました。彼の真摯な姿勢と温かい言葉は、被災者たちにとって大きな励みとなりました。震災の苦しみを共有し、その痛みを理解しようとする姿勢が、多くの人々の心に響きました。羽生さんは、自分自身の経験を通じて、被災者たちの気持ちを深く理解し、その思いを伝えることで、少しでも彼らの力になろうとしています。 和島市の復興はまだままだだ続きます。震災の傷跡は深く完全に回復するには時間がかかりますが羽生さんのような人々の支援と励ましがあれば必ずや前に進むことができるでしょう彼の訪問がもたらした希望と勇気は被災地の人々にとって大きな力となりました羽生さんの伝えたい思いがこれからも多くの人々に届き支援の輪が広がっていくことを願っています羽生さんは、 今回の訪問を通じて自分自身も多くのことを学びました被災者たちの強さと前向きな姿勢に触れ自分自身もさらに努力し続けることを誓いました彼の姿勢は多くの人々にとっての励みとなりその思いはこれからも続いていくことでしょうこのような取り組みが続くことで被災地の復興が進み多くの人々が再び笑顔を取り戻すことができるでしょう 羽生さんの訪問がもたらした希望と勇気は、被災地の人々にとって大きな力となりました。彼の伝えたい思いが、これからも多くの人々に届き、支援の輪が広がっていくことを願っています。